坂本です。今日は制作途中の作品たちをご紹介します。北村です。今回のホロニク展に出品する作品です。プリントされた和紙、金箔、さらにまた薄い和紙が重層的に貼り重ねられた作品です。技法的にはコラージュといった感じでしょうか。非常に薄い和紙を使用しているので下の層が透けて見えます。下の層が透過することで見えてくる偶然性や風合いに自分が触発を受け、また導かれながら制作は進んでいきます。事変の夜は戦中の宴を妄想したものです。平和の裏には戦争が隠れていて、油断しているといつ表に出てくるかわからない。私が描きたいのはドレスの女性の後ろの見えないところにあります。山本です。前回はアトリエの映像をお見せしましたので、今回は近所のよく行く公園の映像をお見せします。作品テーマでは椅子をモチーフに制作していますが、ランドスケープと題して自然と人工物の織りなす空想建築の作品も制作しております。ホロニク展ではそういった作品もお見せできればと思います。